じゃあ、お願いします。さて、はい、5月の25からかな、はいはい、交流戦が始まるんだけども、はい、まあ、毎年パ・リーグにやられてるっていう。強いですね。強いな。強いです。まあ、今年、はい、セ・リーグで交流戦で活躍しそうなチーム、でもあの交流戦でどうなるのかなというかね、あの強いパ・リーグに対して、まあ、セ・リーグがどう戦っていくのかっていう面では、まあ、好調の、ね、阪神が今年どうなのかなっていうのがありますよね。それはない、投打ともバランスもいいですし、まあ、ピッチャーがいいじゃないですか。ではどうなるのかなっていうのは楽しみですね。でもいいピッチャーはパ・リーグにいくらでもいるしさ。早いですね。早いです。いや、確かに早いです。そういうのは打ち慣れてんのかなっていう。あれだけの巨人のバッターがさ、ソフトバンクと戦ってキリキリ前させられたじゃない。そうですね。いや、だからそれは阪神に適応した時に打てるかどうかっていうことだ。まあでも今のバッター見たらね、なんかある程度対応していきそうでしょ。まあ状態も見ててもいいし。なんかものすごい投げやりな言い方だな。いいでしょみたいな。まあまあ、でも特に、ね、この始まってから今まではこう状態が良すぎるから、まあいいよな。なんかやっぱ今やっぱりセ・リーグでも一番、まあバランスもいいし、あのピッチャーがいいんでね、うん、連敗しそうな感じがないです。まあ全くないよな。はい。ほんで課題だった守備もある程度良くなってきてるんでね、うん、ちょっと大山の怪我っていうのがね、うん、気になりますけど、まあそこにロハスというね、うん、まあ選手が、まあこれタイミングとしてはバッチリですよね。いや、もう最高なタイミングだよね。まあ大山には悪いけど、いや、これは、まあ、悪いというか大山もまた頑張ればいいことで、うん、ちょっと今ね頑張って引っ張ってきたけど、ちょっとこうコンディション悪いということで、うん、そこにちょうどこのロハスを上げなきゃいけないというところだと思うんですよ。だからそこでまたこう上げて、まあこれからねライトに入れて、外野に入れて大山をサードに戻すのか、うん、あ、大山はあの佐藤をサードに入れるのかね、いろんなことありますけど、そういうメンバーがいるっていうところに強さを感じますね、今年は。まあそうだよね。はい。だから他には阪神のほか、だから去年やられたあの巨人が、うん、巨人の場合は交流戦でもやっぱソフトバンクとの戦いっていうのは注目したいですね。まあまあそうだよね。はい。ただピッチャーがいないじゃない、ちょっと苦しいじゃない先発ピッチャーが。でもね、あの防御率見ればね、今村やね、うん、あの鈴木左のちゃうわ、高橋、ちょっと抑えてないな。高橋、鈴木っていうピッチャーいたんかどうかわからんけど、ロットでした、すいません。俺もさ、ビエイラを動画内でビシエドビシエドって言ってんだよね。いや、これね、ちょっと本当にたまにいろんなこと考えすぎて、考えすぎて出てこないことあるんですよ。いや、あるある、いっぱいいろんな選手考えすぎて、物忘れが収まるような漢方があるんだよ。漢方、うん、漢方、はい、それ飲んでんだよ、はい。最近は物忘れの漢方を飲むことを忘れてる。もう何にもならないんで。わかる？すごいわかります。わかるでしょ。あのね、だから名前がね、もうね、ごっちゃになってるっていうところがある。あの、これしようと思っててパッと電話とかかかってきたら、あれ、俺何しようと思ってたかなって忘れてしまう時ある。あるよ。で、冷蔵庫開けて、あれ、何取ろうかしたか忘れてしまう時ある。あら、で、一番ひどいのは電話かけて、誰に電話かけたか分からない時ある。嘘つけろ。あれ、もしもしとかって、もしもし、ああ、俺かけたんやみたいな。それはひどいね。もうそんな話はいいんですけど。まあな、はい、まあまあ、でも先発ピッチャーもさ、まあ巨人は今村も打たれるようになってきた、はい、まあ菅野はまあちょっと安定してるかな、はい、で、まあ高橋もちょっと安定してる、はい、まあ、サンチェス、はい、もう復帰して、まあ、よかったよね。だからまあここら辺が、まあ、パ・リーグには台頭していくのかなっていう、うん、でもあの今年はもう9回打ち切りで、ね、巨人は先発もそうですけど、やっぱ中盤以降のピッチャーですよね。ちょっと抑えに苦しんでない、まあ、やっぱりあのビエイラがっていうところじゃないですか、うん、違います。いやいや、今そうだ、お前全く話の切れない。なんかあった。ちょっと今のはカットしてもちょっと疲れてるやん。もう一回だけ、そっからビエイラね。ビエイラ、うん、でまあ、今の野球見てると、まあ、巨人の場合はちょっとあの中継ぎ以降のピッチャーで苦しんでるってことは感じます。いや、感じる。はい、感じます。バッター、やっぱりあのベストメンバーが揃ってくればね、うん、打線的には悪くはないと思いますよ。まあ、破壊力はあるよ、はい、うん、あとは多分横浜の、うん、まあ、外国人が2人来たじゃないですか。あのオースティンと佐藤が入ったんでね、あの2人が入ってくるとやっぱちょっと打線もね、まあ、宮崎と佐野というのがね、うん、機能しだして、
まあ、ただ今シーズンよく DeNA はこうショート倉本に大和、まあ、牧がねあの入ったんで、まあ、その辺の使い方っていうんですかね、うん、っていうのはどうしていくのかなと思いますけどね。俺 DeNA は交流戦で期待してるんだよ、うん、これなぜかというと桑原がまっすぐ強いんだよ。一番の桑原ね、ああもう速いボールめっぽ強いのと牧も強いんだよ、うん、対応ができるんだよ、うん、でまあ両外国人でしょ、はい、で宮崎佐野っていうのはテクニシャンには強いよね、反則球には強いという、いろんな形を持ってるバッターが多いから、はい、DeNA はピッチャーさえしっかり、ね、投げてくれれば交流戦で浮上する可能性があるという、うん、俺も見てるんだよね。まあそうですかなんだよそれ。いやこればっかりはほんもわからないし、うん、ここ数年やっぱりなかなかセントラルリーグは勝てないじゃないですか、うん、確かにその見ててもやっぱパリーグなそのまあ当然速いボールに振り負けないスイングでやっぱり DH っていうことであまりそのバンドしてこないというところで3点4点っていう得点が入ってしまいますよね。まあまあ一気にね、はい、うん、だからセリフみたいにも8番9番でツーアウトっていうようなことがないから、うん、だからまあ今年はどうなるのかなと思いますけどね広島の低迷はどう考えてる。まあ低迷ではないけど、まあちょっと調子を崩したじゃない、はい、何が原因だというふうに考えてる。いや、まず先発ピッチャーでしょ。先発ピッチャーと思いますね、うん、だってまああそこには栗林というね、うん、やっぱりもうルーキーながらもね素晴らしい活躍をしてるピッチャーがいるんですけど、勝たないとあのピッチャー出せないわけじゃないですか、うん、で先発がやっぱちょっとこう踏ん張り切れてない、うん、それも大瀬良というね、まあまあ、大黒柱がやっぱり、怪我で戦列、離れたらちょっとしわ寄せが来てるのかなというふうな感じはしますね。まあ、野村もちょっとな力が落ちたのかどうかは、もともと野村っていうピッチャーはテクニシャンというかね、遅いボールを主体でいって、うん、ピュッとこう速いボールをバッターにものすごく速く感じさせるんですよね、うん、だからもう来るんじゃないかもう来るんじゃないかというところをこううまくこうタイミングをずらすというんですか、うん、そのタイミングをずらしたボールが、まあ、前回は1球中に入ったのを佐藤に満塁ホームランされてるわけじゃないです か、うん、だからそういうボールを1球の失投をあれ失投というか、まあ投げミスですよね。失投は真ん中としてもね、うん、あれはコースは低さは低かったけど唯一引っかかってインコースに来たやつを佐藤がゴンと仕留めたってことじゃないですか。それまではあれ当てなかったわけですよ、うん、アウトコースに来たらね、全くな。でもああいうのを、まあ、一発で仕留められる、また何試合もその勝ち星がなかなかつかないというところでちょっとその一時 の、うん、そのやっぱり切るというのがなくなってきたのかなっていうふうには見えますね。なるほどな。俺広島はさキャッチャーを変えすぎると思うんだよ。まあ、相沢家がちょっと怪我したりね、あ坂倉というのがいて、うん、まあ、石原という去年の、ね、ルーキーがいたりしてやるんですけど、捕手も分業制っぽくなってきてるじゃないですか。でもさ強いところってさ結局さ、はい、主戦がいてそれが大体100試合以上かぶって、はい、後の残りをちょっと分け与えるっていうような形が俺ベストだと思うんだけどさ。いや僕もベストだと思いますよ。キャッチャーっていうのはその1試合飛び飛びで1試合どうのこうのっていうのはなかなか分かりにくくて、まあ、3連戦なら3連戦かぶってみたらバッターの好不調とかゲームの流れというのを感じると思うし、また感じないといけないと思うんですね、うん、だから今はもうそのピッチャーによって変えるというふうな、それが主流になってきてるので、だから何もかもちょっとそういうふうに変わってきてるのかなと思いますけどね。でも強い阪神はさやっぱ梅の一本じゃない今。そうなんですよ、そうなんですよ。でソフトバンクも買い1本とかさ、ほんでまあね楽天だってあの太田大体主戦で買ってきて、まあ、になってきたよね。はい、でもキャッチャーはやっぱりその方がいいと思いますけどね。そうだろ、絶対そうと思いますね。いやだから俺広島がこう連敗していった時にさやっぱ俺キャッチャー買いすぎなんじゃないかなっていうようなね。まあでもそれはあのちょっとね開幕からどうしてもさっき言った両外国人は来なかったですけど、まあ、DeNA もキャッチャーにちょっと苦しいなっちゃいます。まあ苦しかった。だからまあ戸柱とか峰井、うん、そして高城っていうのをちょっと上げてきて使ってましたけど、うん、チームも勝てない、そしてあ戸柱、自身もあんまり打率が上がってこないっていうので、首脳陣も点が入らなかったら打ちたいっていうのもあるし、うん、点が入らないからもう守り勝つっていう考え方もあるじゃないですか、うん、だからどっちにするかですよね。まあまあそりゃそうだな、うん、いやだけどまあ、ヤクルトもさ、中村一本で今のところ行ってるしさ、はい、でもヤクルトね、キャッチャー4人登録してるんですよ、うん、それいらんよな僕ね、まあ、キャッチャーと例えば内野とか、うん、キャッチャーと外野守れるっていうことはありとしてもね、まあ、その
で中村にしても古賀、西田、島と4人入ってたんです、まあ、西田が抹消されましたけど、だからそれはなかなかね、うん、ないですよ。まあないよね。まあただその西田が登録されてる時はあの子バッティングがいいからさ、まあ代打としね、右の代打として置いといたんだろうと思うんだけど、まあだけどやっぱり強いチームっていうのはやっぱりキャッチャー固定でいってるよね大体、うん、やっぱりいいキャッチャーがいるっていうことなんだろうな。そうです、強いチームは。はい、だって、まあ、交流戦からだいぶ話がそれたんだけど、それまくりですねどっからそれたんですか本当に。物忘れからですか。そうだよ、まあ、脱線事故だね。まあ、しょうがないな、ね。はい、まあ、交流戦の、はい、じゃあ見どころは、今年はもうやっぱり阪神がこのまま好調でいけばね、パ・リーグにどれぐらい通用するのかなというところですね。俺は順位が大きく変わる時があるじゃない。あります、交流戦で、はい、だから阪神がここを乗り切れるかどうかだよね。巨人も含めてこの2チームが、まあ、だからやっぱり宇田川さんも阪神には注目してるってことでしょ。だからおそらくこの交流戦を抜けると阪神と巨人のマッチレースになってくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、もしくは セントラルでその交流戦でバッと下から上がってくるチームがあるかも分かんないってことでしょ。もちろんもちろん、だからそれは俺は DeNA に期待をしてるということ。うーん、バッターのタイプとしてね、はい、まあパ・リーグのピッチャーを打てるじゃないかっていう、うん、それを期待をして、まあでも今年も始まるし、ね、楽しみですよね。まあ楽しみだね。はい、はい。